やっちゃおっかな。どうぞ。やれやれ。誰にも支配されない自由な音楽をやるのさ。シチテンバットダレスバット三十六系ゴレンジュージャネルロロロロロ速を消して速で消してオーライ電光石火のロックナンバーでマイリルガールにハガキ避けるのエノノエ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 ノ放送特急列車乗り込んで乗り込んで月面着陸ベッティ You and me 更新でこう森島和樹と編集村長の Life is Wonderful 乗ってるかい。もうノリノリですね。乗っているのかい。もうバリバリ。そして乗ってきたのかい。乗ってきた。何に。お車。車に。女でしょ。ああ、女には乗ってないですよ。あら、風俗大好きの村長さんは。風俗最近行けてないもん、本当に。え、どうしたんですか。いや、本当に行けてないです。最長かもしれない、ここ半年で。最長。期間とかリアルだから言いたくねえ。ぶっちゃけ期間は基本、そのアベレージ何なんですか。アベレージは例えば週1とか2週1とか。いや、週1は本当にやばい時でした。週1はダメ。週1はダメです、うん、月1がアベレージだったけれども、はい、3ヶ月くらい行っていない。あ、本当に。でも月1でもでもそれはさ、うん、多い。村長がさ多いけど、安定してるって証拠だね。いや、安定はしてない。めっちゃ行きたい。めっちゃ行きたいけどなんか気を逃してるんですよね。そうそう。いや、風俗行った方が安定するんですよそう、だからあ、でもそういう意味ではいいかもしれないですよ。風俗月1の風俗抜きで、うん、人間基本的な生活は営め、3ヶ月営めてるのは偉いですね。偉いというね。じゃあもう一人でしてんの。そう、一人。お一人様。一人。そうですね、毎日トレーニングしてますね、一人で。ちなみに何を見るんですか。何をって言われたらその映像でしょうね。ああ、イマジネーションじゃなくて。イマジネーションはイマジンフォーザピーポーじゃなくて。イマジンフォーザピーポーイマジネーションでも高校生の時とか。死んだら常念のに謝りに行くわ俺まあ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 、そんな。ちなみにどのサイトですか。どのサイト。どの斉藤和義ですか。斉藤和義。死んだら斉藤和義に謝りに行くわ。許してくれます。あの人はエッチだから許してくれますその前に斉藤さん死んでないっていうのを突っ込んでほしかった本当だ。斉藤和義をめっちゃ好きだった。今急に思い出した。なんか一時期ずっと聞いていた。走る街を見下ろして。あれボンキッキーズでやったっけ。そう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 。カラオケで、はい、振られたって困ったらもうそれを歌いますね。どこで泣くの。泣く。振られたら。ああ、振られてて、カラオケで、うん、もうな、付き合いで行って、うん、もう歌いたくねーっていう時に、うん、職場の人たちとで振られて。あ、振られるってそっちなの。そう、うん、お前歌えよって言われたらそれをポチりますね。で大体こう、ね、世代的にこう若い人も年いってる人も知ってるから、こうなんかね、安牌な。あれって結構な歌唱力いるけど、歌唱力とかはもう気にしないですからとりあえずその場を乗り切るための俺お前の歌
がっつり聞いたことないけど、うまいのかな。わからない、うまくないですよ。なうまいって言われたことある、カラオケで。ない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 。じゃあ下手って言われたことある、うん、あまりカラオケに行かないので、スーってスルーされますね。なんか裏声とかも斬新なとこで入ってくるもんね。のんびり雲が泳いでく、もちろん喉が今入ってないんで僕裏声出ないんですけど、今日は歩いて帰ろう、今日は歩いたたたたたたたドンキーケース、帰ろう帰ろう。帰れ。いや、村長さん、はい、1週間は早いもので、うん、早いですね。やっという間ですね。あとね、この番組はどんな番組なんですか、ちなみに。はい、番組紹介ですね。はい、はい、まあ、NBA アメリカのプロバスケットボールリーグですね。NBA が開幕してもう1週間ちょっと経ちました。今年の NBA はやっぱりですね、日本人のルーキー八村塁選手の活躍を見るために、私ちょっともう毎日チェックしてるんですけれども、今のところですね、八村塁選手、1ゲームあたりの平均得点が 15.2、平均リバウンドが 6.0、これですね、どちらも、もう2ポイント以上他の選手の平均を上回っております。わ、すごい。これマジで、ですね、それは新人、日本人で、あ、NBA のリーグの、あ、すごで、これ正直、ですね、うん、今の成績時点、数字だけ見たら、うん、あの新人賞争いにすごいね、新人賞候補ダントツ1位ではないんですけど、5候補、5つの指くらいに入るかなっていう。で、多分彼の、まあ、今までのプレーを見てる限りかなり順応性が高くて、1試合1試合見るたんびにあのプレーが上手くなってるっていうとか、なんか 毎試合毎試合テーマを、ちっちゃいテーマを彼の中で決めて違うことをやろうとしてるのを見ると、これ確実に長い期間で見たらどん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 成績上がっていくと思うので、私は彼が新人賞を取ると思っておりまして、まあそうですね、取ってほしい、マジ取ってくれ八村塁、応援してます。ということで、この番組では約20年間路上音楽家として活動してきた森島和樹が、日々の音楽活動の中で仕入れた NBA の、特に新人ルーキーですね、その年の NBA のルーキーに関する情報を、お届けする番組でございます。約1時間ごゆっくりお楽しみください。いやー、楽しい番組になりそうだ。そうです、もう NBA のことを1時間話せるんですよね、最高というのは冗談です。いやー、のんびりバカアナリティクスでございます。のんびりバカアナリティクスの番組でございます。いや、バスケね、全く分かんないからね、ルカは楓ぐらいしか知らない。ルカ、そう、スラムダンク分かりますか。ポジション的には八村塁は桜木花道のポジションっていう感じだったんですけど、なんか可能性的にルカワにもなれるくらいの、なんかなんていうかな、伸びしろ、すごいポイントゲッターだね。そう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 、だからなんか本当にルカワにもなれそうだし、まあ、ミッチーにもなれる、なれそうだし、ゴリにもなれそうだし、両親にはなれない、なれないっていうか、まあならないだろうんですけど、このなんか桜花道がどうこう進化していくのかを、なんかこうリアルで見ているような感じで、ほんとね、単純にもう見ててワクワクするんですよね。じゃあそんな1時間にしていきましょう。ほんとということで、土曜日の夜8時から9時の1時間番組ですが、はい、森島和樹と編集村長の、Life is Wonderful、 ぜひ、お楽しみください。さい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 。
八村の村長は編集村長っていうコーナーで日本語でしたかなってこと、まあ、編集村長さんじゃないですかあなたはね、うん、そうですね、実は私たちYouTuberじゃないですか、ああYouTube の動画をしてます、ね、こんだけYouTuber やるだからラジオもやろうぜってさラジオやってさはいはい、はい、こんなに YouTube の宣伝しないあー、YouTuber も珍しいよね、あ、ちなみに私森島和樹が、森島和樹チャンネルの、タレントでございます、その編集を担っておりますのが、相方の村長編集村長でございます。いや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 、プチョね、プチョ今のプチョネーのねなんだろうねなんか具志堅用語のチョッチョネーが入ってきた、プチョネープチョネープチョヘン手を挙げるよねっていう感じですね。まあ八村塁選手、うんうん、まあ八村村だからね、あ、八村の村長は、はいはいはい、森島和樹内方編集村長でございました言うてね、はいはいはい、君の八村塁の塁さんの絵のね熱い思いをねちょっと語ってもらおうかな言うてね、あ、いやマジでほんと1時間話せますよいやほんとね、なんていうなんか、まあ、だからさ本当話しないですか、あの、まあ、まあ俺さ素人だからさ、うん、はいはい、だから、まあ、その素人でも、まあ、そのリスナーさんの方にももちろん、はいはいはい、あんまり知らない人たちも多いから、はいはい、なんかこう関心持てるような、あ、まあ、全然なんか、あ、でもいいよ、さっきみたいな感じで全然いいよ、なんか分かりやすかったから、そうですね、八村塁、うん、まあ、多分名前を聞いたことがあるっていう人は多いと思うんですよ、ね、うん、まあまあ聞くよね。で八村塁選手のまずルック見た目的な、まあ、もう特徴をパッと見て思うのが、うん、あの黒人と日本人のハーフ、ベナン人と日本人のハーフなんですよね、で身長が2メーター4センチくらいで、でっか、で完全生まれてからずっと日本育って高校生まで日本にいて、うん、であの日本語はもうなんていうかな、全然言い方がむずいけど、まあ、日本人っていう感じで違和感ない日本語を喋っていて、で、高校でインターハイ優勝して、うん、で3連覇かな、3連覇してなぬ、待って待って、インターハイ、高校でインターハイ、インターハイ3連覇3連覇で間違ってるんです。1年の時にスターターで出て優勝して、2年目も3年目も、この高校は今までその優勝歴はちょいちょいあったの、はいはい、毎年優勝してんの、ああ、ちょっと待ってね、高校バスケね、この八村塁選手が入ってからドーンって優勝してんの、うん、でもそのくらいのもうで3連覇って、じゃあ毎年全部優勝したってことだよね。そうです、そうです、3連覇、ちょっと多分ほぼほぼ3連覇、間違ってたらごめんなさい、3連覇です。沢北高校、あーとは違いますね、でもユニフォームの、俺沢北高校雰囲気は本当にあるのかもしれないぐらいのレベルなんだけど、能代高校ね、だからその沢北がいた、スラムダンクの、はいはいはい、あれ沢北じゃなかった、あ、でスラムダンクの出身校の中にいる高校で行ったら、最後桜、湘北がインターハイで直接はやり合ってないけど、なんかすっごい体格のでかいお相撲さんみたいな、こうルーキーが、うん、もうこいつ化け物だみたいな、ああいうパワーバランスになっちゃうくらいのもう逸材だったんですよ、うん、もう一人入るだけで、あのもうそのチームが勝っちゃうみたいな、うん、で結構ここがあのなんかもうバスケ経験者特有の、まあ、僕だけかもしれないですけど、斜めからのあれなんですけど、なんか日本国内のバスケだとやっぱり八村塁 その体格だったりからしたら、うん、まあ、そりゃ無双するよねっていう見方をしていて、で彼が高校生まで日本の高校で育って、でじゃ大学卒業した後、うん、どういう進路をたどるかっていうのがすごい気になってたんですよ。で例えばこのまま日本の中でプロになってもそれ相応の成功はするだろうけど、じゃあアメリカに行ったら、じゃあアメリカに行ったら同じような体格、同じようなもともとの能力を持ってる、肉体的な能力を持ってる人は選手は
もたくさんいるから、アメリカに行ったら行ったで埋もれて、うん、あの才能、日本に、日本選手としての才能が潰れちゃうんじゃないかみたいな心配がすごいあったんですよね。で、まあ、そのそんな勝手に心配をしてたんですけど、その心配をもう本当になんていうかな、もう中、もうなんでそんなこと考えてるのってくらいに、あの思わせちゃうくらいに、自分その見ていたファンの想像を1段2段もはるかに超えるような活躍を大学時代からもう残しちゃったんですよ。まあ、安西目線になったんだ。あ、そうですそうです。安西の、その矢沢くんは潰れたちゃったじゃないですか、うん、あの漫画の中では。そうですそうです。アメリカで、うん、壁にホワイトデビルの時、ね、そうですそうです。アメリカに行ったけど、まあ、あの潰れちゃった選手がいたけど、あれとはもう真逆で、八村選手1年目大学1年生の時はあの英語が堪能じゃなかったんで、うん、コミュニケーションが取れないとかで、1年目の時はなかなか結果残せなかったんですけど、でも2年目からコミュニケーションもしっかり取れるようになって、2年目からはもうあの大学、アメリカの大学でも爆発して、で3年目までやったのかな、3年目でやって、でもあの全国的にあの注目されるトーナメントのもう上位に行くような選手で、その中 の, あの完全なエース的選手として、まあ、大学卒業、あ、大学時代のバスケ終わって、で今回今先週くらいに NBA 新シーズン始まったんですけど、 NBA のドラフト、新人どの選手を取るかっていう抽選で、うん、1巡目の指名に彼が入ったんですよ。全体で言ったらその年のルーキーの上から9番目に価値がある新人として選ばれて NBA に入団したんですよね、うん、でそこで、まあ、それだけでもう、もうお腹いっぱいなんですよ、日本人からしたら、うん、日本人が NBA のドラフトに1巡目で指名される未来が生きてるうちに来るなんてっていうくらいのレベルなんですよでもそこら辺でもう結構号泣なんですけど、うん、でそこで、だ彼はなんていうかな、毎回毎回自分たちの想像を2段くらい飛び越えてた現実を見せてくれてたんですけど、それを最近 NBA デビューして、新人として、うん、デビューして1試合1試合重ねるうちにその現実を見せつけてくれてる感じなんですよね、毎試合毎試合、あれうまくいってこれくらいかな、よりすごい結果を残すみたいな、そういうのを続けてくれているのが八村塁選手。大坂なおみ状態。ああそうですそうです。大坂、あ、でも大坂なおみはもう完全にあの世界一になって、でもで、そう、面白いのが大坂なおみ選手と、うん、まあよくその比較まではいかないけど、ああの比較されやすいんだ、日本人とあの他の人種のハーフとして、スポーツ選手として、うん、あの若くしてあの成功を収めたっていうので、結構2人を比べるっていうか、2人を並べて考えることとかも僕もあるんですけど、うん、八村選手はあの高校生まで日本で育ってるんで、結構、うん、普通の義務教育とかバスケの教育も日本で受けてるんですよね、うん、でねで、まあ、ここもね話がね結構ごちゃつくんですけど、うん、バスケットの教育、バスケットプレイヤーとしてあのうまく成功するかどうかっていうのに、日本人として日本の教育を受ける、まあ、これバスケも含めてあの普通の学校も含めてのと、うん、アメリカだったりあの海外で教育を受けるのどっちがいいかって言ったら、まあ、もちろんメリットデメリットあるんですけど、うん、結構やっぱりバスケットって結構個人としてあの勝ち気でいかないといけないスポーツなんで、自分がどうしたいか相手がどうしたいかをぶつけ合って、じゃあだったらこうしようっていう風な、このちょっとでも気持ちとして引いてしまうと、あのなかなかうまく物が進まないスポーツと僕は思ってるんですよね、うん、で結構日本の日本から海外に行った選手で、なかなか思ったような成功がつかめなかった事例で、結構やっぱコミュニケーションが取れないっていうのもあるし、なかなか自分の強みをうまく出せなくて、結局中途半端な形になってうまくいかないっていうのがあったんですよね。あったんだ。そうそうそう。でも逆に日本、まあ、それがじゃあ日本の、まあ、バスケにおける日本で育つことの、まあ、デメリットだと、
まあ、僕側もデビュー時としたら、逆にメリットはあの日本ってもうあんまりなんか特に意識しなくても日本で高校生、まあ、成人くらいまで育てば勝手に協調性がついてるんですよね、他の国から見たら。あの相手の気、相手がどう思ってるからここは一旦引こうとかいう、そういうなりふりが振る舞いが日本人ってあの他の国の人と比べたらあの格段に上手なんですよね。でそれもやっぱバスケはチームスポーツなんで、あの相手味方のプレイヤーとどうやってあの協調していくかっていう上で協調性ってもちろん必要、で、まあ、それが日本人は協調性を取りやすいっていうのがまあメリットだとしたら、八村選手はその日本で育ったメリットをしっかり生かしながら、でもデメリットはまあ自分が今からあのプレーするこのバスケの場じゃ日本でやってたみたいにあんまりあの遠慮して自分を出さないっていうことはマイナスに働くなっていう風なあの判断をして、そこを克服してあの違うやり方でトライしてる。だからなんていうかな、本当にね、相当センスがズバ抜けてるんだね。そうそうそう、なんかすごい、まあこれほぼほぼ僕の妄想なんですけど、なんか多分だから見ていてなんか日本バスケのいいところをしっかり生かしながら、じゃあ日本バスケの、まあ、ダメだと思う、良くないと思うことをしっかり削りながら、そうそうそう、修正しながら、それを強みにしていってるみたいな。だから同じ土俵でしっかり戦いながら日本で育った、なるほどね、まあ、彼自身の性格ももちろんあると思うけ ど、 なるほど、ね、やっぱり日本で育ったことは僕は大きくあると思う。だからすごい、なんかあのその日本人側からずっと応援してくれてるファンからしたら、本当により応援したくなる選手にさらになっていって、そうそうそう、でさらにまた実績を残していったっていう。だからこれからどうなっていくのか。だからさ、お前がさ、すごい八村塁選手とかこの NBA の話になったらこうテンション上がる理由がああなるほどねって思った、うん、だからな。で面白いのがあの今佐々木クリスさんっていう最近よくテレビにも出る、うんうん、あのバスケの解説者がいるんですけど、うん、彼があの八村選手に対する、まあ、コメントですごい印象に残ってるのが、うん、彼が NBA の新人の選手、うん、ダブル、日本人とペナン人のダブルとして、うん、日本で育って NBA にドラフト1巡目で入ってっていうこの事実は、うん、あの日本のスポーツ界だけ、バスケ界だけじゃなくて日本のスポーツ界でもっと広げたら日本全体のあのいろんなもうスポーツだけに関わらずいろんなことにおいてもあの彼がこういう結果を残したことがなんか一つのパラダイムシフトになる。でパラダイムシフトっていうのはいろんな価値観がこう変わっていくとか更新されていくっていうことなんですけど、だからなんかそれだけなんか本当に彼が活躍していることを見ているといろんなことをなんか考えてしまうのがすごい好きなんですよね。なるほど、ね、NBA MBA NBA ですね。 NBA はさ、はいはいはい、俺なんて言おうとしたかな、今何の話だった、八村塁選手、はいはい、まあ、ああそうそう、あのねハーフなの。そうです、ハーフ、ダブルハーフ。俺さっきさ黒人の、あ、はいはいはい、あ、半分黒人半分日本人っていう聞いた時に、そうそうそう、俺顔を知らんくてさ、あ、はいはい、まあ、テレビも読みんし、はいはいはい、で八村塁っていうも名前がかっこよすぎてさ、うんうんうん、うわかっこいいねみたいな話をねラジオで何回かしたことあると思うけど、うんうん、まあ、ルカは楓みたいな感じで、うんうん、あかっこいいね、あでもそんな感じですみたいなことを村長言ってたから、うんうんうん、俺めちゃくちゃルカワ楓みたいな人を想像してたわけ。あ、顔は全然違いますよ。あのさ、なん、まあ、今もいるのか分かんないけど、数年前にすごい活躍してた日本人の選手がいるさ、今も活躍してるか分かんないけど、めっちゃイケメンの人いるよね。田臥選手。ああ、その人かな。イケメンです、イケメンです。あのルカワ楓みたいな人。まあまあ、うんうんうん、ちょっとひげ、武将ひげ、はいはいはい、超イケメンの。はいはいはい、俺勝手にその人想像してて、ああ、で黒人っていうからえどんな顔やねんと思ったら、ああ見ました、そうそう、そう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 、俺のイメージを
ダンクシュートでぶっ壊す、スラムダンクでぶっ壊す、もう黒人じゃないですか、うん、だからさっき言ったさ、この日本と黒人の何ハーフで日本の良さを、うんうんうん、プレーの良さを持ちながら、うんうんうん、海外で活躍してるっていうのは、うん、なんかこの人のもう血の生き様がもうプレーに現れてるなって、なんかね話を聞きながらね、なんか思った。なんかあれなんですよね、うん、そうそう、謙虚さみたいなものも多分日本で育ったら勝手に身についてると思うんですよ、うん、でそれが、まあ、いい意味でも悪い意味でもね、で多分それがすごい評価されてるっぽいんですよね。なんか同僚の選手とかコーチとかからも、なんかもう彼はすごい、こんな謙虚で熱心なルーキー初めて見たみたいな。でおそらくこれ、それを彼は当たり前のようにやれていて、でだから今の状況は本当に、だからどのチームも、どのチームに入っても多分活躍できるだろうなって感じなんですよ。で多分どの監督も彼を欲しがるだろうなみたいな、どの監督も俺色に染めたいなって思われるような新人なんですよ。これってもうめちゃくちゃ理想のなんか1年目、まあ、まだ本当始まってもう何十分の1しか終わってないんですけど、だからもうどうなるみたいな、すごいな。だから大和魂を持った黒人みたいな、あそう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 、で何か何て言うかな、そう本当にね、ちょっとテンションが面白い、うん、でそう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 、これは何か本当ね、言葉にするのむずいんですけど、うん、あの例えばヤフーニュースのコメントとかって結構本当適当なことばっか書く人多いじゃないですか、うん、あのコメントね、そうそうそう、ね、YouTube のコメント欄とか、うん、でたまに見るとやっぱり本当もうクソだと思うんですけど、その、まあ、そりゃその体格で生まれたら成功するよなみたいな、 この体格で、まあ、はっきりとはそのコメントでは文字にしてないけど、言いたくないけど日本人プレイヤーなのみたいなテンションのコメントとかしてるあのバカ野郎がまだいるんですよ ね、 なるほどね。でそういうの見てでそういう意見が出るのは当然で、自分も全然何も知識がない小学生とかの時とかはテレビでワールドカップとか見て日本代表に、トゥーリオとか、トゥーリオはもっとあれか古いか、ラモスとか、こいつ日本人じゃねえじゃんとか思ってた時期は全然あるけど、くしくもルイだね。そう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 、でもそれって、うん、まあそれを書いてるのがまあしょうが、まあ分からないけど年齢は、まあでもなんかそれ、そういうのを考えるのはもう確実にもうダサいことで、あのバカ野郎なことで、まあ、そういう意見が出て、まあ、持ってる人もいるとは思うんですけど、なんかもうそういうのも、なんかあのそういうことについて考えることさえも考える暇がないくらいに、なんか彼がどうなるのか、彼が日本人プレイヤーとしてどうなっていくのかが楽しみみたいな。だからなんかね、村長はね、そう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 、うん、なんかもう今まで、そんな中でこんなコメントを見るとだるくなっちゃうってことね。そうそうそう、うん、今までなんかなんていうかな、それで言ったら本当にもう、うん、かなんていうかな、前の時代に置いていかないといけないその考え、その日本ってやっぱ島国だから、うん、このハーフとかその人種、いろんな人種があの混じった時にどういう、こういう感じになるんだろうね、何が起こるかみたいなことにやっぱちょっと島国だから、うん、ね、あのそこに対する考えとかはちょっと弱いというか、そうそう、古いというかって感じ、ね、弱いし、あの古、うん、うん、それはあるかも、そういうもの、そういうところをもうなんていうかな、腐食していくようなプレイヤーなわけだね。そういうことでぐちゃぐちゃ言うの本当どうでもいいから、もうそれは前の時代によって次行こうぜみたいな感じのテンションになんかさせてくれる、うん、彼にそんな意識は多分あるとは思わないんですけど、まあ、見ていてもう本当にそんな風な感じってしまうんですよね。まあ、この時点でこのルイさんのファンではないさね、 そのコメントの時点で。あ、そうそうそう、だから、まあ、全然ほっといていいやつなんで、そうそうそう、まあ、どんなプレーしたって、どんなプレイヤーだってなんかそういうコメントしてくる人は常にいるわけだから、うん、上に行きゃ行くほど、そうそうそう、まあ、有名勢みたいなもんでね、うん、で大坂なおみさんだったら余計それ言われるんじゃない。あ、そうそうそう、だから彼女は生まれも育ちも、そうそうそう、日本、あ、生まれ、もうほぼほぼあのネイティブの言語は
あの英語で日本語は使わないですよね。でしょ。そうそうそう。だからで外国で育ってるわけでしょ。そうそうそう。って言ったらその八村塁選手以上にそうやってああ多分言われと多分言わコメントはあるはずね。そうそうそう。でもさすがに言わない、うん、あんま、あの言葉にしなくてもあ分からん推測で物を言うの本当によくないから間違ってたらごめんなさいなんですけど、そういう、そういう感情イメージを持ってる人はまだまだあの少なくはないと僕は踏んでいて、うん、そうそうそう、まあ、それが、ね、気にしてもしょうのない本当ね、お話ですよ。まあ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 、うん、10年だからそういうなんかそういうなんかなんていうかな日本人っていうかその国のまあ、日本で言ったら日本人アメリカ人でその自分その国の国籍を持つ人何を言ってるんだ日本人って何なのみたいなそういうところまでなんか考えが及んでしまうんですよね、まあ、見ていてだそういう、まあ、そんなお前もまた日本人だなそう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 だからそうなんか、うん、だから本当になんかスポーツ一つのスポーツがちゃんとカルチャーになっていく瞬間を今目の当たりにしてるみたいな。ああ、その時代の変わり目なんだね。そうちゃんとサッカーは日本すごいあの商業的にもちゃんと成功してるし、あのサッカー一つの試合の一つのプレーに関してもういろんな人がいろんな意見を出してでそれを面白いと思って記事を読んだりする人がいるってい う, もうちゃんと文化になってるんですけど、でもさこれもさサッカーそうそうサッカーファンガチ勢の人たちからしたらさ、うんうんうん、あのワールドカップだけはしゃぐやつら帰れみたいな感じのあ、ね、ようあまあねにわかにわかもみたいなね、うん、なんだろうね。だからって言ったら全部そうなんだろうね。例えば森島和樹僕のね、はいはいはい、もう路上最初からずっと見てた人とかがさ、うん、有名になってからついてきたファンに対して、うん、あん路上から知ってんのとかさ、どけよみたいなさ、まだその心理はアーティストあるはずね。アーティストの、ね、あのライブのね、なんかあ、うん、だからファンに殺されるってそうだよね。って言ったら、そういうもしその最初から聞いてたファンがそうしたんだとしたら、その最初のファンに殺されてるよね。なんでかって言ったら新しいファンが消えていくわけだからね。うん、わざわざ、うん、だ。俺のファンならそんなことしないでって思うけど、俺の歌のじゃあ何を届いてるんだったらそんなことしないでしょって思ったりもするけどね。うん、まあなんか、うん、違うとこで試合が行われるみたいな。でもあるそうそうそう、フーリガンとかそうなんだね。スポーツもあるし、やっぱにわか子さんがにわかに対していろいろちゃちゃをつけるって現象。シュート目みたいな。どのあれでもある。結構だから音楽で言っても、うん、僕めっちゃ好きな、うん、でずっと好きなのアジアンカンフージェアジカンっていうバンドがあるんですけど、うん、アジカンも最初の頃から好きで、うん、で、ずっとまあずっと好きなんですけど、でなんかいろんなインタビューとか見てると1枚目のアルバムがすごいあのアニメの CM とかアニメのテーマ曲とかになってドーンって売れて、でそれ以降あの新しいファンがバーって増えたみたいな、うん、そういう時期があって、であのその合間のなんかインタビューとかを読んでると、あの完全にそのバンド内でも急に有名になったことであのいろんなストレスがかかって、あの今まで考えなかった余計 なんかあのネガティブな感情とか思いがバーって出てきたけど、全部それをあの作品とかになんか自然と投影されていったみたいな。だから結構バンドとか、まあ、音楽家でもこの有名になった有名に なってからすぐのなんかアルバムとか作品ってすごいなんか興味深いんですよね。だいたいなんか暗くなってるんですよね。そうそうそう。だから1枚目はすごい底抜けに明るいんだけど、それデビューアルバムがすごい売れて2枚目出したアルバムはすごい暗かったりとか、でそういうのをなんか若い頃はなんか1枚目めっちゃの上げ上げで好きだったらなんでこんな暗いのがを出すみたいに疑問に持ってたんですけど、なんかそこそこ年を取っていくとそういう背景とかもインタビューとか読んだりすると面白いですよね。うん、なんかいろいろだからそれがでもいいところなのかなとかも、芸術とかアートはそのいろんな葛藤だったりネガな感情とかもあの
そう落とし込んじゃえばそれがあの作品として残ってそれが意味を持つから。うーん、そうそうそう、何の話ですか。ファン同士のフーリガン同士のね、そうそうそう、僕も ずっとありましたよ、にわか中学生の時にバンプオブチキンをラジオで聞いて、でテープに録音してずっと聞いてたんですよ、うん、そしたら半年後くらいにあのバンプオブチキンがバーって揺れてみんなクラスのみんな聞き出して、お前バンプって知ってるかとか言われて言い返せなかったけど、いや俺ずっと知ってるからお前ら今更気づきやがってみたいな感じでしたよ。その時はその時は無感無感なのか誇らしいのかどっちだった、はいはい、ああもう無感無感もしたし誇らしさもありましたよ。そうそうそう、どっちもあったんで、ね、そうそうそう、で大体大学生くらいでまであの高校生くらいまで引きずったんですよね、はい、そのあの最初に見つけて最初から知ってるやつが偉いみたいな変な感情があって、で大学生くらいの時にそういうのがあやべえそういう考えちょっとダサいわみたいなことに気づいてからなんか音楽の聴き方とか変わりましたね。何の話だこれは。そうそうそう、俺ねまあ、ちょっとあるお店で流れてた音楽がねすごい良くてさ、で調べて、まあ、プロなのかなインディーズなんか忘れたけど、はいはいはい、あこの人がまあ沖縄に来るツアーで、で、まあ、まあ小さな箱というかカフェで歌うっていうから、はいはいはい、あこの人ね2000、3000とかで聴けるんだと思って、まあ結構沖縄でも遠かったんだけど、はいはい、バイクで1時間ぐらいでね行って、でも結構早く着きすぎて、はいまあ、リハから見ることができたりとか、はいはい、カフェでやるぐらいだからね、はいはいはい、ちょっとそのがっちりキチキチとはしてなくて、はいはいはい、でまあ聞いててで本番始まってやったと思ったらすごい、まあ、うちなんちのアーティストも出てたわけさ、はいはいはい、でその人たちのファンが来てたのかな、うんうんうん、でその内地の人のファンも来てたわけ、はいはいはい、でキャパどんぐらい30人40人ぐらい入ってたのかな、うーん、まあ広いお店でもないし、はいはいはい、でねあのすごい俺途中で帰ってしまったんですよ。ああはいはいはい、あまりにも切れそうで、うんうん、なんでかって言ったらまあ、うちなんちが出ますよね最初、はいはいはい、で次にそのあの何大鳥、あその内地から来た人、はいはいはい、するとねもうその人たちのファンがもう悪い、あうるさいし、はいはいはい、何が一番やってさ一緒に歌う人がいるわけ、うーん大声で、はい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 、ドームでもあんまり嫌なのに、うーんでっかい場所でもそんなに嫌なのに、はいはい、例えばさロックンロールとかノリノリだったら別にいいよ、俺のはちょっとオシャンティーな歌唱力で聞かせようなレゲエだから、あ、はいはいはい、全部歌うわけ最初から最後まで、うん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 、いやお前しかも隣ぐらいにいたから、うーんお前の歌をさ聞きに来てねえと、あこっちとら、はいはいはい、すっげえうるせえと思って、うん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 、でああこれも注意してほしいなとか誰か思ったけど、まあであのねうちなんちのテーブルがあったわけ、はいはいはい、でそこに男性陣がいて女性陣、うん、で夫婦とかだ、うん、恋人とかでもあるんだろうね、うん、そんな感じ、はいはいはい、するとさその男の目の前でナンパしだしたりとかさ、はいはいはい、肩組み出したりとかさ、はいはいはい、これ男の人着れないかなって思ったり、あナンクルナイサーってこういうことじゃないなと思って、あうるさいこいつらうるさい上にそのもう完全にさ男女で来てる人たちの女を目の前でナンパして、うんうんうん、で男の人も多分耐えてたんだと思う、うんうん、空気を壊さないために、うんでそれを注意しないそのアーティストにもちょっと苛立ってしまって、うーん俺 CD 買おうと思ってたんだけども途中で帰ってからもうここにいたら俺切れそうだわと思って、うーん連れと一緒だったんだけど帰ったね、うーん、うーん
ていう、だからそれってファンに殺されてるなとも思うし、うん、でもあれを良しとしてるこのアーティストもなって思ったな。だ俺もいろいろ気をつけようと思うよ。なんかさ、路上しててもライブしててもやっぱりそのいるさ邪魔な人って、うん、どう対処しようかやっぱ考えちゃうね。どう空気を崩さないようにするにはどんな言葉を選べばいいかとかさ、どのまで行くとかさ、今黙ってた方がいいのかとかさ、難しい、とっても難しい、ここら辺は超デリケートだね。毎回毎回なんか今の話を聞いてると、うん、なんかやっぱ間に入るその主催派ライブをしている場所の人が間に入るのがなんかベストな気がするんですよね。ああ、角が立たない。そうそうそう。なんかやっぱ演者はなんかやっぱショー、なんだ、ショーマストゴーンか。やっぱ一度始まったら、うん、やりきることに徹することがなんか美徳なんじゃないかなみたいな感じに思っていて。まあ、それが劇場とか舞台とかバレエとかだったらそれはあるかもしれないけど、なんかライブって難しいのよ。だって何が難しいってスタッフが注意しにくい。それはなぜかといったら、しかもそういうカフェとかね、特にね、なんでかって言ったら盛り上がった方がいい曲もあるわけ。そう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 、むずいですね。だからそれこそさ、お前の好きなバンプとかさ、一緒に歌ったらブチギレるみたいなのも話聞いたことあるよ。歌ってんじゃねえみたいな感じでさ、まあ、なんか場所にもよりますよね。場所とか曲とか空気とかね、よるよね。ではもう、あ、これはちょっと歌わないでとか言ったらいいかな。なんかその他の人に迷惑をかけないなら歌ってもいいんじゃないかなって思う。なんか前になんか誰かが言ったな、俺のライブで歌うなみたいに、うん、山下達郎かだったかな、言ったかな。山下達郎めっちゃ好きだけど、うん、それはどう、僕は違う考えかなみたいな感じになったな。山下達郎にちょっと似てない。あ、似てますね。よく言われたことがあるかもしれない青空って歌好きだったの。そうそう、山田青空の下でっていう今山下達郎、ん、山下達郎だよな。いや、わかんない、今の山田達の話はなんか記憶が曖昧だからわからない。難しいよね。だからさ、俺も歌ってほしい時もあれば歌ってほしくない時もあるさ。だからで、俺アレンジするからめちゃくちゃ、で向こうは普通の歌うさ、俺はアレンジしようとしてるさ。でも俺がアレンジしたらこの一緒に歌うことにならなくなるから、不快にさせるんだったら一緒に歌った方がいいのかなとか思ったり、でもこいつが歌わない方が今場的にはいいな、この場的にはいいなと思ったらアレンジしたりはするんだけど、うーん、いやー、いろいろ思うわね。だから場所でもう問題点が違うんすよ。うーん、だから路上だったりライブだったりっていう、路上は一番気遣うかもしれないけど、あ、どうだろうな、カフェかな、逃げ場がないから、うんうん、そうそう、その人はいるから。うーん、路上はいついなくなるかわからないし、はいはいはい、路上で帰ってって言われるのとお店で帰ってって言われるの、言われる側はダメージちょっと違うさ。あ、ね、そうそう、だから波の角の立ち方が違うんだよね。難しいね。いや、八村塁選手の話からすごい音楽の話まで引っ張れましたね。いやー、まあ、そのルイ選手はこうだっていうのもすごい事細かに分かりやすくね話していただいて、そしてそのファンの気持ちもいろいろ話していただいて、文化的な分かりやすかったです。ありがとうございます。いや、結構もうほぼほぼ一番組、いや本当に なんかすごいめっちゃ嬉しい。いや、いいっすよ。まあ、バスケ八村塁についてこんな話ちょいちょいやりましょう。八村、ね、そうちょいちょい NBA の本当よ、もう、やりましょう。やばい、もうということで、どれ見たらいいか分からない。村長のバイブスこうやったら上がるんだみたいなのをね、そういう、まあ、僕も実験ではありましたが相当好きなんだなっていうのがすごい伝わりました。なんかね、こうやって俺自身もこうやっ
で聞くとなんか見ちゃうかもしれないね、うん、どんななんだろうみたいな。だからリスナーさんもいるんじゃないですか。そう、うん、だからバスケ選手っていうのはバスケやる人が増えると嬉しいだろうしね、うんうん、めっちゃ面白いですよ。それはファンも嬉しいだろうから、やっぱこうやって発信するっていうのはいいかもね、いいことかもね。本当これ半分ギャグで、自分がバスケだやってたから言うんですけど、うん、マジバスケが最強のスポーツなんで、マジで本当に最強です。最強のこの理由についてはまたね、うん、本当3時間くらい、これよくガールズバーで隣のおじさんに力説するやつなんですけど、スポーツって例えば相撲だったりとか、あ球技ですね、球技、球技の中で、あそういろんなこう自分の中ではこういう理由で、うん、そのバスケはこう 最強なんじゃないかっていう、ね、最強っていう言葉を選んだっていうね。あそうそうそう、これは角が立ちそうな、そうこれはもう完全に毎回、まあ、ギャグですけどねサッカーとか見るの大好きですけどバスケ好きとして球技がいっぱいあるさ、そうそうそう、そのビリヤードだったりも、完全にバスケファンとして、ビリヤードって球技なの、ちなみにビリヤードは球技、まあ、テーブルゲーム、まあ、あるよね、バドミントン、うんうん、そうですそうです。まあ、それをめちゃくちゃやってる人とめちゃくちゃやってるファンたちからしたらすごいなんか戦争が起きそうで僕は怖いですけど、あのいやマジです、サッカー村長が言ってるんで、サッカーファンとはマジ毎回戦争のつもりでやり合ってますからやめてよサッカーに苦い目をやめてよ。あの完全にこれジェラスだったんですけど、ね、サッカーはなんであんなにプロスポーツとして成功してるのにバスケはみたいな、ああ、まあ、これ半分ギャグで、マジギャグですよ、うんそれがねこうね、あれだなお前、盛り返そうなんで、犬猫の時もジェラシーだったよね。そうそうそう、基本ジェラスですよあの今やっぱ負けてる現状として、自分がこう好きなものだったり好きなジャンルが同じ土俵に立ってる他のジャンルより現状としてなんか盛り上がってない時はやっぱり悔しいじゃないですかね、まあ、そうそうそう、忘れない、村長のバイブスはジェラシーから来てる。そうそうそう、検証結果でございました、はい、皆さん NBA 好き八村塁要チェックや。森島和樹チャンネル目指せ100万人の旅。いやさすがにやっとけでしょ確かに NBA 本当に最初自分はおふざけで言った番組紹介通りに本当に NBA についてそうなんですよもうなあの言うてね、あと5分とかじゃないですか、5分ちょっとぐらいでね、まあさすがにあのまあいや全然あの番組としては全然喋ってよかったよ、うんうん、村長。あれ、うん、コンさんについて話したらいいんじゃないですか、その新しく投稿される動画の、ね、コンちゃん。あでもこれっていつの放送になるんだっけ、今週の土曜か。そうです、あ今週の土曜、今月曜やっぱね、これ収録番組ですか、生放送じゃないんでね、過去からお送りしております。そう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 、過去から、かっこいいな、そうそうそう、かっこいいなお前、1週間後のみんなに過去から、ね、なんか未来から寄ってきたならわかるけど、過去からわどうなってる八村塁今週はみたいな感じで、未来からさ来たらうわーヒーローとかかっこいいみたいな感じじゃなくてお前過去から来たんかいみたいななんか変な気分だね、はい、どうもあの過去の人たちです嫌だな過去の人たちと、なんか一発屋が言われそうなさ過去の人たちでございますみたいな。いや YouTube 登録、まあ、今年1000人まで行こうと思いましたが、今年もねあと2ヶ月もありませんな、世の中はもうイルミネーションでございますよ、ね、11月だ、村長がブルーになるね、ああ本当にイルミネーションでいっぱいになるこの世の中で、村長は一人ブルーライトでございますけどね、全部ぶち抜いてやろうと思ってますね、うん、ぶち壊すんじゃない、ぶち抜くんだ、うん、何を抜くのよあの2時ぐらいにレースしてんの、2時ぐらいにこう街を歩いて2時、そうそうそう、明かりの消えた電飾を全部ぶち抜いてやろうと思ってまあ自分の住んでるエリアバリバリバリ、そうそうそう、びっくりですよね、次その次だ、金曜あたりにやって土曜日の夜に、うん、この週末こうカップルたちが
こう電、うん、電飾そう綺麗な電飾を求めて街に歩いてきたら、うん、あれここ全部電飾が消えてるっていうストレスを荒らされてる。そう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 、俺は全部ぶち抜いてやろうと思います。おいおい、お前11月まあ10でもやっぱりいっぱいある時にの方やりがあるんで12月の、まあ、20日くらいから。で次の日にニュースに出んの。ああもうそれで出るなら全然本望ですね。うん、いや見方を多分僕の方が多いですから同じような憎しみよくやってくれたっていう人が多いですよ。そうなの、うん、よくぶち抜いてくれたってそうそうそう。お前たちの方が多いかなどうだろうな、割合にしたらこれ割合にしたらどうなんだろう。どうせ多いかな、どうせデート中の電飾がなくても恋人たちは幸せな夜過ごせるんで、そうそうそうそのくらい電飾を犠牲にしてこう、ね、恋人がいない人たちのストレスがちょっとでも軽くなれば全然僕は逮捕されますよ。お前がバズってどうするよ、うん、ぶち抜いて俺をバズらせんよぶち抜きで、はい、お前さ俺のちょっとした下ネタをちょいちょいカットするけどお前自身は本当すごいから本当ね俺の100倍ぐらいお前すごいこと言ってるからちょっとしますね本当にやらないですよ普通に善良です、善良な市民です。もう逮捕とかマジされたくないです、うん、どんな面下げてあの九州の実家の親に面会来るぞ面会。ああ確かにな、何があったんや言って息子よ言ってな。やったりもかかにも今もう400手前ですね、うん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 、今年1000行きたいなってのはあったんですけど、うんうんうん、まあでも、まあ、考えようによっちゃ半年そこらで400人は登録してくれたっていうのはでかいね、うんうんまあ、ちょっとした一つの学校じゃないですか、うん、だから400人その曲を聴いてくれる人がいるっていうのはめちゃでかいんじゃないですかと思います。あとね、うん一つの動画が、うんうん1万いきました。あの T さんとの一緒に歌ってるやつ、視聴数1万いきました、うんうんうん、1万いったら1万なんとかって見れないんだね。ああ波数が、はい、そう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 、もう1万だけ。うん、じゃあ次は1万1000なのかな、1万2万なのかな、 1.1 とか 1.2 とかわからないとこではございますけどね、うんうん、まあまあでもまあまあ順調ではある。まあまあその何を目的とするかによって変わりますけど、ね、前には歩いてるよ、うんうん、今流れてるのが前にという、曲でございます。全国で歌われている卒業、小学校の卒業ソングでございます。これも着歌にね、着歌サイト、まあ、LINE ミュージックでも Apple ミュージックでも Amazon でも何でも、買うことができますのでね、皆さん買いましょう本当買いましょうよね。200円か250円かでね、うん、売られてますよ。あでもねありがたいですよ、着歌のね、うんうんうん、収入入りますね。お、まあ、そこそこに、まあ、ちょっと金額は言っていいのかな、はい、どうなんだろうな、分かんないけど、まあ、ちょっと、おみたいなあ、そうそうそう、全然嬉しい、そうそうそう、あ、いいっすね、あれ森島和樹売れてるんだみたいな、いいですね、今月の家賃よろしくみたいな、おいいっすね、とかね、まあそんなレベルで入ってきてくれましたね、うんうんうん、だから皆さんあのね着歌取って僕に一軒家をプレゼントしてください一軒家に住めたらな、うん、もっといい歌作れるんじゃないかな。まあどうなんだろうね、アーティストっていうのはボロ宿に住んでる時の方がいい歌作れるかもわからんけど、まあまあでも裕福にウィンウィンな関係でいたいじゃないですかね、うん、僕は本当ね人を幸せにばっかするから、うん、もう毎日泣かせてますから ね、うん、ねすごいですよね村長、まあね、村長遠回しに行ってんだから俺いやお金儲けはお金儲けはみんな頑張った方がいい絶対本当に妹、うん、身内に説教したんですよ。そうそうそう、まあまあ金儲けっていうか、あの俺こんぐらいもらっていいぐらいしてるんじゃねえと思ってる、うん、俺は。ああそう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 、うん、8億もらっていいぐらいの仕事をしてきたんじゃないかなみたいなね。
そんぐらい人の人生を変えるレベルのライブをね、まあまあまあでもね全部その金額に変えることはできませんけどね、プライスレスで、まあ、何よりその人たちの涙を見れたっていうのは僕はその時点で8億いやそれ以上の、方から伝う、流れ星のようなダイヤをいただいたんじゃないのでしょうか。ということでお後がお後ですか、これお後ですか、よろしい、うん、村長はイラッとしたかもしれない。いやイラッとしてないですよ。本当ですか、大丈夫ですか、お後がよろしかったです、お後よろしかったですか、よろしかったです、あの殺伐とします、電飾を引き抜く男ですから、ね、あまあね、僕のこういう言葉にはちょっと僕もちょっと気を使います。てめえ何きれいごと言ってんだこの野郎とかね、また思われたらどうしようって思っちゃいます、引き抜かれる電飾が、ね、増えましたね、俺は何を引き抜かれるか分かんない、ということで土曜の、夜8時から9時の1時間番組 Life is Wonderful、今回はまあちょっと、趣旨を変えたというか村長にいっぱい頑張ってもらおうと思ってね、やったら、僕の 2,3 倍想像以上でのバイブスでやってくれました。最高のスラムダンクが決まったんじゃないのでしょうか、ということで、来週も森島和樹と編集村長の Life is Wonderful、ご視聴よろしくお願いします。お願いします。 See you next time。